今日私が報告させていただくのはこちらになります。ダン、世界初、日本サッカー協会、JFA 公認の、サッカー監督 VTuber になりました。サッカー監督 VTuber では世界初になります。世界で初めて、VTuber として、サッカー監督になりました。あー、ロンダ、ハイ、ハロー、ハワイユー、ジュージュー、Thank you, t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 hank you, how are you doing? はい、世界初でございます。おめでとう。ありがとうございます。ちゃんとあの JFA 日本サッカー協会の方にも、改めて連絡をさせていただいて、名乗っていいよと、ちゃんとあのお墨付きをいただきました。はい、ちゃんとねそのサッカー監督としての、サッカーコーチだね、まあ正しくはコーチなんだけど、サッカーコーチの、研修会にも行ってきて、6月の中頃から後半から、7月いっぱいまでみっちり、1ヶ月間、まあ計8日になるのかな、8日間の研修があって、それを受けて、晴れて、合格をいただきました。で、ライセンスがすでに発行されて、ライセンスが発行されたのが、9月の1日です。なので、9月の1日から、もう、あの、サッカー監督は名乗ってもよかったんだけど、一応その、指導者規約の中に、その、なんだろう、VTuber だったりとか、その、配信に関することっていうことが、まあ、当然盛り込まれてなかったから、それに関するね、確認とかを、サッカー協会、フットボールアソシエーションの方に、確認して、今日に至ります。一応、その証拠として、こちら。ちょっと画面見づらいか、これ。終了証もちゃんといただいております。はい。こっちの方がいいか。アップがこちらです。はい。一応ね、ニコラクレハのところは、ニコラクレハのところと、あとスクールマスターのところは、都道府県がちょっと、公になってしまうので、まあ別に隠さなくてもいいんだけど、一旦隠しました。はい。一旦隠しました。で、ニコラクレハのところは、今人間界の方で使ってる名前かな。人間界の名前が入ってて、まあちょっとね、そこは確保させていただいて、ニコラクレハにさせていただいております。ちゃんと、今の会長の田島幸三さんの、お墨付きをちゃんといただいたということで。で、一応、現在、VTuber でサッカー監督が いるかどうか調べましたが、該当がなかったので、世界初ということになります。しかも、ちゃんと、日本サッカー協会、公認してくれてる、サッカー監督は VTuber としては私だけでございます。サッカーコーチだね、サッカーコーチ。いやーマジでね、想像のね、思ってたのの100倍しんどかった。思ってたのの100倍しんどかったけど、思ってたのの1万倍楽しかった。マジで楽しかった。サッカーしてて。あのね、内容としては、サッカーの、まあ、座学でしょ？サッカー講師の、その、知識を得るための座学と、実技。自分もプレイヤーとして、フィールドに出る。で、練習する。っていうのと、あとは、テスト、筆記試験ね。と、レポート提出。それから、一番大変だったのが、指導実践。実際に指導する。で、相手高校生なんですよ。サッカーの練習するのも、フィールド上は全部高校生入れて、やって。練習相手も高校生だし、指導するのも高校生だし。まあ、大変だった。ああ、
ー、すごかった。まともな運動ってここ10年ぐらい？筋トレなんか一時期ハマって、体バキバキにしたことあったから、それを加味するしても7、8年ぐらい。まともに運動してなかったんですよ、私。しどかったね。練習が。初日はとにかくしんどかった。全然できないし、相手高校生だし、もうね、とにかくしんどかったっていうね。何にもできない。1日目だった。まあ、座学はね、あれだったけど、実技の方はね、何にもできなかったし、当然サッカーの指導とかもしたことがないので、指導するっていうこと自体が初めてだから、で、その指導実践も言われたことをやるんじゃなくて、自分で考えて練習メニューを組んでやるのよ。何人かチームっていうか、まあグループになってね。で、グループワークをして、その中で、ウォーミングアップ、トレーニング1、トレーニング2、で、試合形式、ゲームみたいな感じで、で、3人ないし4人ぐらいでガッて組んで、で、それぞれを担当していくんだけど、そのメニューも全部自分たちで考えて、自分たちで組んで、やっていくから、もうね、何をしたらいいかわかんない。あとはやっぱり一番求められたのは分析の部分だったので、その分析の部分がちゃんとできてるかどうかっていうのが、すごく大事になってきてたんだけど、あのね、最終日前日の指導実践までは、もう本当にダメダメだったの。全然ダメで、あ、これは私ダメだなって思ってたの。もらえないなと思ったの。だからもう、でもここで諦めないで、次もう一回 C 級、まあ、今回ね C 級ライセンスっていうね、あのところなんだけど、あの、どの監督も、基本的には、C 級、D 級、キッズ、この辺から始めるんだけど、一番、ライセンス持ってない人で一番取れる上位のライセンスが C 級ライセンスで、それを取りました。はい。もう一回 C 級チャレンジしようと思ってたから、半分諦めてて、最終日に開き直ったんだよね。そう、開き直ったら結果いい方向に転がったんだよね。それで何とか合格できました。はい。今日のクレハさんの、あの、指導良かったっすよ。って言ってもらえて、すげえ良かったっすよって言われて、その指導のそのトレーナーの人たちにね、それで合格点もらいました。なんとか。ギリギリやったと思うけどね。でも追試も一応あったんだけど、私は受けずに、はい、ストレートで最終日いただきまして、追試受けた人たち何人かいましたけど、全員がね、取れるわけじゃない。からね、本当に落ちる人は落ちるので、そういう部分もあって、まあ、不安でもあり、不安もあり、でも、まあ、取れなくてもしょうがねっか、と思って、開き直って諦めたっていうか、開き直った。次行こうって。もう一回チャレンジしようって思って、だから、それが逆に功を奏したって感じではあるけど。で、一応教えられる範囲、自分がコーチングできる範囲が、まあ幼稚園とか保育園から、社会人まで、あの社会人チームね、はい、とか会社のチームだったりとか、とりあえずは C クラス、のライセンスを取ることができました。ここから先は、あの監督をやったことがある人じゃないと、もしくはその C クラスを持ってないと、取れない B クラスというのが待ってて、これをもらうための講習会を受けるためには、トライアルに参加しなきゃいけないので、ダイヤルじゃないよ、トライアルに参加しなきゃいけないので、一応、まあ、今まだ話に上がってるだけなんだけど、コーチ、やらせていただけるかもしれない、チームが一つありますので、もしかすると、多分ね、来年ぐらいからになると思うんだけど、もしかすると、試合持ってサングラスかけてやるんでしょ？やらんわ。なんでやねん。なんでやねん。そんなことしないです。
私結構ふわっとしたコーチングすると思う。なんだろうな、楽しく勝とうよっていう。女子マネージャーに夜間持たせて。いや知らないな、それどこのラグビーよ。ラグビーじゃん。そんなドラマあったな。だからね、結構ねふわっとしてるといえばふわっとしてる。もちろんそのプレーの約束事とか守備の約束事、攻撃の約束事っていうのは必要だと思うんだけど、でもその根底にあるとは、楽しくなきゃ意味ないよねっていう部分があるので、めっちゃこうマハロマハロつってマハロマハロつって、ジャンボジャンボ言うて、ハローハローニハオニハオやると思う。それこそ本当にバチラっぽいと思う。楽しいと思う方向に行こうよ。じゃあその楽しいと思う方向ってどこ？勝利だよね。勝つから楽しいし、楽しいから勝てるんだよっていうところかなと思う。それをモットーにコーチングしていきたいなって思います。思ってます。いやねー、いや、楽しみでしかないんですよ。本当にしんどかったけど。取れてよかったっていうのと、取れて嬉しいっていうのと。楽しかった。本当に楽しかった。この1ヶ月半くらい。本当に楽しかった。むちゃくちゃ楽しかった。わかんなかった、知らなかったことが本当にどんどん入ってくるし、出てくるし、入ってくるし、知らなかったことが一気に流れ込んできて、むちゃくちゃ楽しかった。むちゃくちゃ楽しかった。すごかった。ね、そうやってね、楽しみながら、こうやって結果をつかみ取ったので、いい結果が出たので、めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。本当に。でね、チームも見させてもらえるかもしれないっていう。まあ、まだ本当に話が浮上しただけで、実際それが実現されるかどうかっていうのはちょっとまだわかんないんだけど、実現したらガチで嬉しいよね。まあ、できなかったとしても、今後もサッカー全体応援してるし、まあ、盛り上げていきたいなと思ってます。一応私が VTuber として今後はエンジニアでもあるけど、サッカー監督 VTuber としても今後活動していくので。クレハ先生の試合解説期待。あ、全然やるよ。全然やろうと思ってる。だからね、この間のドイツ戦とトルコ戦はね、やりたかったね。やりたかったけど、やっぱ、これを発表してからじゃないと説得力ないかなって思って。正直ね、ドイツ戦よりもトルコ戦の方が課題は多く見つかったから、そこを重点的に解説はしたかったんだけど、まあ、次の、次どこだ？カナダかな？確か。10月にカナダ戦が確かあったはずなので、そこはしっかりと解説していきたいなとは思います。まあ本当に、攻撃面は今の日本、本当に世界トップレベルなので、まあ左の三笘さん、右の伊東純也さん、で、トップ下に久保さんが入って、で、トップに、一番前に、浅野さんだったり、上田綺世さんだったり、私の一押し上田綺世さん。上田さん大好き上田さん大好きです。ああ、いいね。上田さん、いいね。上田さん、最高だね。高いしね。高さあるし。すごいジャンプ力だし。最近は、突破もできるし。ターンもすごい綺麗にターンしていくし。いいストライカーになりつつあるので、今、期待しかないですね。上田さんは。今、期待、故障したけどね。故障しちゃったけど。故障しちゃったけど、めちゃめちゃ期待してます。でね、まあ、
その他にもね、中村圭人さんだったり、堂安さん、堂安律さんだったり、で、中盤もね、遠藤さんと、森田さんいて、で、トップ下、鎌田さんもいるっていう、層がすごく厚いので、今。でね、ワントップ、もちろん、古橋さんもいるし、前田大然さんもいるので、本当に攻撃陣はすごく層が厚い。欧州遠征も、大成功に終わり、次はカナダ戦。カナダ戦と、カナダとどこだっけ次。カナダ、10月13日のカナダ。と、10月17日、チュニジアか。そこもね、また、みんなとね、同時視聴とかしながら、今のここのこういうプレイが良かったよとか、こういうのがちょっと問題点だねとか、ここ修正したいねとか、なんか、みんなでワイワイ言いながら、見ていけたらいいなとは思ってます。まあ、あとは何よりもね、JFA、日本サッカー協会の方からも言われてるのが、日本のサッカーをもっともっとサッカー人口というか、まあもちろんサポーターも含めて、広げてってほしいっていうこと言われてますので、サッカーファミリーっていう言い方をするんだけどね。輪を広げていけるように今後は活動をしていきます。はい。なので、まあサッカー監督 VTuber としての色の方が多分強くなるかなと思います。今後は。うん。FC24 も、もうあと4日かな ?4 日、22日から始まるので、それもやっていくし。もちろん他のゲームもやるけどね。ブルプロとかもやると思うし、デドバーも、デドバーコラボでやることがほとんどかな。ソロではやらないかもしれないですけど、まあデドバーとかもやっていきたいなとは思ってるし。うん、その他のゲームもやるけど、まあ基本的にはサッカー監督 VTuber としての活動と、それに即した活動っていうのが、主な内容になってくるかなとは思います。まあエンジニアではあるけど、エンジニアではあります。はい。そこは変わんないです。そこは本職なので。まあでも、今後どうなるかね。どっちが本職になるかね。サッカー監督が本職になるのか、エンジニアが本職になるのか、私はどっちなんだろう。まあできればサッカー監督を本職にしたいですけどね。こっちの方が楽しいしね。別に、そのエンジニア業が飽きたとか、そういうことはないんですけど、もうつけるだけ知識はつけたんで、まあエンジニアリングしてるときっては楽しいんだけど、それ以外でエンジニアリングをしているかどうかってあんまり気にしてないので、そういう部分は、まあ、全然持ってるけど、サッカー監督やってる方が楽しいよね、とは思うので。両津で活動もしていかないと。YouTube ね、YouTube、何したらいいかね。ツイッチの切り抜きとかを YouTube に上げるとかは、まあ考えるんだけど、実際その YouTube で何かするってなると、私 PWC しかないので、ブルーロック PWC は今までと変わらずツイキャスと YouTube 同時配信でやっていこうかなと思うんだけど、そう。PWC。それこそ、世界大会でとある国がやった戦略を解説するとか？いやー、そんな大それたこと、できますかね。それこそ、私よく見させていただいてるんだけど、レオザフットボールさんとか、あとは、ゴート理論さんとか、ゴートさんとかね、そういう方の動画を見た方が多分参考にはなると思うよ。ただ、私視点での解説ってのはできるけど、どうだろうな。まあ、全然、ありでは、なしではない。全然なしではない。むしろあり。ありはあり。全然ありはありなんだけど。でもなんだろう。その、VTuber だからこそできることっていうのをもう少し考えて、いかなきゃいけないかなと思ってはいる。だから私がやっぱり命題にしているのは、日本のサッカーを
もっと見てもらえるように、その、うん、A 代表、今の日本サッカーの日本代表だけじゃなくて、アンダーカテゴリーだったり、それこそ J リーグだったり、っていうのをもっともっと世界の人たちに見てもらいたいなっていうのがあるし、J リーグにも本当にいい選手たくさんいるので、もっと見てほしい。選手のレベルが、を上げていくっていうのはもちろん、日本全体でね、必要だとは思うんだけど、その、見る人、J リーグを見てくれる人をもっと増やしたいなっていうふうには思ってますし、そういう活動もしていきたいなって思ってる。日本国内だけじゃなくて、国外にもちゃんと配信できるよ。せっかく英語できるんだし、そういう部分でもっともっと、日本のサッカーに貢献していきたいなと思ってます。日本国内だけで言えば、もっとサッカーを見てくれる人を増やしていきたいし、サッカーやる人も増やしていきたいし、そういう、なんだろうな、広告塔じゃないけど、ちょっとそんなおこがましいけど、その一端を担えればいいなって、今後の目標というか、私の活動は、まあ、もちろんゲーム配信、サッカー、FC24、もちろんやっていくことと、サッカーの同時視聴とかで解説を入れながら、自分なりの解説を入れながら。リアルチームクレハの活躍楽しみですな。Listen, English speakers.One of my future endeavors is to promote Japanese soccer further. This involvement not only within Japan, but also reaching out internationally.To generate more interest in Japanese soccer, in order to serve as a bridge for this, I will be actively working as an officially recognized VTuber.By the Japan Football Association moving forward. Okay. リアルチームクレハ。リアルチームクレハね。いやー、持ってたら嬉しいですけどね。それこそね、なんかこう、全国大会とか行くぐらいにね、やっぱり、できたら、嬉しいなとは思います。てかまあ、自分の教えた子たちがプロになってくれたら嬉しいな。とは思う。なんか、その本当幅広く、幼稚園、保育園から、社会人まで、広く教えられるけど、やっぱり、どうしても自分が教えてた、その指導実践をしたのが高校生とかになるから、やっぱその中学生、高校生、その辺がやっぱり、まあ、教えやすいというか、あるからね。そういうのが。なので、まあ、その辺の子たちに指導できて、で、その子たちが、まあ、プロになってくれたり、海外で活躍してくれたり、果てには、ね、世代別、年代別代表になったり、A 代表になったりしてくれたら、そりゃね、やっぱり指導者としては、嬉しい。ですし、ね。指導者冥利に尽きると思うんでね。そういう指導ができるように、これからも指導者としても、やっぱり経験は積んでいきたいなとは、はい、思ってます。指導者の経験をね、積みたいですね。まあ、もちろん、本来の目的はそっちなんだろうけど、指導者として。指導者の、ライセンスを取ったらね。本来の目的っていうのは、まあ、もちろんそこになるんだけど、私はやっぱり VTuber としても活動していくわけで、そうするとやっぱり目的がさらに増えるわけでね、サッカーファミリーをもっと増やす。それが国内だけじゃなくて国外にも目を向けて
両方に目を向けてやっていきたいなと思ってます。どんどん、なんだろう。出れるとこは出ていくというか、はい。自分が役立てることには、喜んで協力させていただくというか、尽力させていただくというか、目指せ A、すごく険しい道のりだから、まずは C 級でしっかり地固めをしないと、私みたいなのは、B すら多分取れないと思うんで、とにかく今は C 級で、指導者として実績を積む、経験を積む、それが大事だと思うんで、まずはそこをしっかりやっていきたいかな。指導者としてはね、現場ではね。で、そこでしっかりやって、ある程度まあ結果も出せるようになってきたかなっていう段階で、B 級。B 級ライセンスを取りに行こうかなと思います。はい、やっぱりね、トライアルがあるので、そのトライアルをくぐり抜けるためには、やっぱり実績が必要だと思うし、経験が必要だと思うし、自信も必要だと思うし、うん。C 級と同じことやってたんじゃ、取らないと思う。そこはまだまだ、努力していかないといけない。努力を積み重ねて、初めて B トライできるかな。何年後になるかわかりませんけど。まあ、取れるところまでは取りに行きたいなとは思ってます、でも。もちろんね、上を目指してはいきたいなとは思います。A 級ジェネラル目指してはいきたいなとは思ってはいます。気長に待ってって B 取れるの。A なんかさらに先だから。とまずは C で、しっかり地固めして、はい、経験積んで、研鑽積んで、勉強して、B 取ると。一旦は C で落ち着いておきます。まあまあ一旦落ち着けようってとこだよね。っていう感じで、報告でございました。さっきも言った通り、今後は、サッカー監督 VTuber としての活動、が主軸になるかな。と思います。まあいろいろ、あれやりたい、これやりたいってことは頭の中にはあるんだけど、それはまあ一つ一つ実行していこうかなっていうところ。まあいろいろこう連携しなきゃいけないところは連携して、一つ一つ、日本サッカー界の、礎というか、まあ、何か貢献できるように、みんなが楽しめるようなね、ものをたくさん、作り出していって、みんながもっと日本サッカー、でも日本だけじゃなくてもいいんだけど、もっともっと、サッカー、楽しんでもらえるようにね、私も活動していきたいなと思っているので、今後は、サッカー監督 VTuber としての、ニコラ・クレハンも、よろしくお願いします。